天竺ネズミのなんばかー。今日の見どころ一言ずつ。川原はさんのすっぴんさばきます。耳グッド。スタッフさんが全員眉毛を剃ってます。そんなことない。当てはまる漢字一文字は何でしょうか。これも問題よく見た方がいいですか。そりゃそうですね。アホな質問するなって、はい、問題はね、見ないと解けないようになってます。分かったら帰ってもいいですか。はい、分かった。アホな質問するな。お書きください。あ、チーさん分かりましたか。じゃん、龍か空。ほう、二択なんですね。どっちどっち。二択なんですね。おい、ずるいってほいで。ね、歯とか使ったらあかんねん、こういう問題で。片方正解ですとか何だもんね。言えないです。決めてくださいってなります。倍ちょっとさ、自分の当てる確率上げようとしてさ、そういうことするのやめてくれへんから。確かに。さっきたまたま一択あったけど、はい、生まれ複式で買い始めましたよね。二パターンあかんみたいな。複式で、じゃあ川原君お願いします。ドラゴンはスカイ。英語で言うなみたいな。一緒のことやからそれ。海外で見てる人はちょっと嬉しいかもしれないですけど、これね。あ、そういう意味なんやっていう。はいはいはい。龍か空はもうすぐ閉まってください。ぶっ飛ばしてるけど。はぁとかやめてな、これから先。ちなみに どう考えたんですか、龍か空。シェンロンがまず浮かんで、龍に、はい、なって、はい、あの、はい、神様といえば空にいるっていうイメージなので、はい、空も選ぼうと思って。他の4個は、まあ、虫という虫ことですね。はい、あ、はいはい。あ、川野さん、どうしてももうちょっと引っ張ら、はい、シェンロンに引っ張られてるんですけど。シェンロンに引っ張られるんですか。プーアルは裁判も。終わりない。おい、ドラゴンボールで考えるなって。なあ、ないです。そっちは派生さすな。どういう問題出たらプーアル・オア・サイバイマンの答えになるんだ。納得できんのかそれ。はい、行きましょうか。お願いします。はい、横。はい、これなぜでしょう。青森県の県庁所在地が多分青森市で、で、大阪は大阪市、はい、で、石川県は金沢で、北海道札幌、はい、神奈川横浜。正解です。すごいですね。